ハノイ在住半年目のアルゴスです。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、ベトナムでは少なくとも北部のハノイでは思いのほか英語を使う機会が仕事以外の生活シーンでありません。しかしながらお仕事では少なくない会社が標準語を英語にしています。ですから英語のトレーニングはハノイで生きていくためには欠かすことのできないもののはずです。さて、自宅での YouTube や個人で入手したテキストなどの自習も意味はありますが、せめて週に1回くらいは実践の英会話を1時間はした方がいい。特に1対1で会話に逃げ場のない空間であることがより重要である。そこで私がおすすめするのはベトベトイングリッシュという日本人向け英会話教室。ベトナム人の英語教師が行ってくれることで授業料を圧倒的に抑えることができる構造になっている。欧米系やフィリピンといったネイティブ方面のトレーニングを希望の場合は他校を選択してより高い授業料を支払う必要があるが、その点こちらの学校は費用面で良い。価格はググればすぐに出てくるからここへは割愛する。ただ一つ言うと、よくあるレッスンチケットをまとめて買わせてくる学校がよくあるが、ここは違う。都度払いで問題なし。もちろん1回あたりの単価は高くなるが、それでも習慣的に通えるかを判断するまではこの方が良いと言えるだろう。というわけで、わざわざ海外にいるのなら、こうしたコスパの良い英会話教室を利用することは、自己検査の一環として非常に良いと言えるだろう。それでは、また明日ね。